神戸ベイクルーズ株式会社は、神戸港で観光船事業を営む企業。2001年6月、小鹿野有事らによって設立され、同年の8月に運航開始。以後、神戸港での観光船事業を行っていた。しかし、2009年に創業者の小賀野が休止してしまい、小賀野の,の妻子が会社を継いだが、折からの不況で事業環境が悪化したことなどから、岡山県を中心に、 バス、鉄道事業を営み、中国バスや和歌山電鉄などで、地方交通の再生を手がけていた両備えグループに事業を譲渡した。2010年4月1日、同社は両備えホールディングスの100%子会社となり、両備えホールディングスの社長、小島光信が代表取締役社長となった。当初小島事業を引き受けるのを躊躇したが、 両備えグループの観光バスや小豆島のフェリーなどとのシナジー効果が得られると判断し、最終的には気を見てせざるはイサムムきなりで、そのけなげなご努力にエールを送る意味で、全従業員ともども事業を引き継ぐことにした。以下の2席を保有し、神戸港内の遊覧船や企業、旅行会社向けの貸切チャーター運行を行っている。ロイヤルプリンセスハット AB 神戸ベイクルーズ株式。 会社、第20期決算広告料備えグループ、代表メッセージ、神戸ベイクルーズの事業継承。ありがとうございます。